電波普通のりさちゃんいます。あ、あすかちゃんいました。嬉しい。ショコリサ見てみてね。聞こえてる、よかった。電波悪いかも。私は Wi-Fi かけつけてないので普通の普通のです。変な顔になっちゃった。イヤホン。はじめまして。ギフトありがとうございます。このギフトも2月までかな。電波と Wi-Fi 普通の、あの Wi-Fi なしの普通のやつです、ね、今見えてる。あ、見えてる。こんばんは。スペフの写真可愛すぎて、うん、ありがとうございます。ありがとう。今日は花ちゃんの借りました。なんか余ったやつでつけようって思ったら、うん、花ちゃんがリハの時にリボン借りていいって。あ、シュリちゃん嬉しい、ありがとう言われたね。悪いから、その携帯でもね、もう1時間経ったっぽいね。早くない？空間しました。だから花ちゃんとの写真があります。明日髪型どうしよう。1個は決まってます。1個は決まってるんですけど、もう1個が決まってない。何がいいですか？大阪行くよって方で。渡る、ありがとう。ちょっと電波いい時にまた改めるねって感じ。髪型可愛かった、ありがとうございます、うん、あっという間。みんなも明日は、ね、自己から手振りしてくれてありがとうって。エーベの大阪ですけど、どこでも見てます。来てくださる方いますかね。リサちゃんの声も聞こえていいね。いつはおうそう、明日楽しみにしてね。あ、よろしく。下2部行くよって方が多いね。ありがとうございました。大阪楽しみ。うんね、ちょっと電波悪いからね、私はちょっとここで終わりたいと思います。はい、みさは Wi-Fi だもんね。そうなんだ。 Wi-Fi しか繋げないやつ、携帯電話やっちゃってるから、それしかできない。ちょっとたびたびね悪かったと思うんですけど、失礼いたしました。私は普通に使ってるやつをやってます。11です、という感じで。まあね、今日は突然ね、あの突然だったんですけど、ちょっと可愛かった、ありがとうございます。ありがとうございました。やったね。うん、早かったね。食事さんの庭で見てる。でも多分これからはあのリサは切るから、うん、証拠の手持ちですって感じかな。めっちゃリサちゃんこっちに来ないよって言ってるけど、リサはどんな？なんか頭伸びてない？端っこだから。小顔です。証拠の方が画質いいんじゃん。11。それは？12。いや違う違う違う、これなんだ。10。10。そんな変わらんでしょ。広角？それ広角のやつ？違う。あ、ここの越えられない壁がここで10と11の。エサはねメイク落としてないからね、まだ。うん。やった、あとの。私はメイク落としてるから、そのメイクを落とす時間に入るのかな、配信したらね。うん。越えられない壁笑った。そうって感じですね。はい、そんな感じです。はい、失礼いたしました。じゃあちょっとランキングを読みたいと思います。もうお願い。電波明るいんだ。え、誰？私の方が明るいです。マジか。やっぱ超えられない壁ですね。マジか。じゃあランキング読むね、みんな。いくよ、どうぞ。いけて、いや、まあね、ちょっとマジで電波悪いから止まっちゃう、ね、ちゃんといけてるか不安な。名前だけでいいならこっちのこっちの声でお届けします。今安定してる。そう、安定する時があって今なんよって感じ。じゃあ早く読みな。うん、ではいきます。
13位ハチビ、12位お塩、11位しましょう、10位みゆ、9位新一、8位うっち申しました、7位ひろみ、6位とめぞ、5位ざんまいちゃん、4位カーズ、3位マシュタン、2位はなりさのお得、1位明日ハピマのおまめちゃん、あおめでとうじゃん明日、おめでとう、ちょっと早いけどおめでとうございます。じゃあ今日はね0時に飛ぶということでジャンプしてね、ありがとうございます。なんかほんと今日ねなんか電波が悪くて失礼いたしました。ほんとに普段はね電波まあまあ普段もちょっと悪いけど今日ほどはね悪くないのでっていう感じです。皆さん今日は見てくださってありがとう。あ飛ばないの、飛びたやっぱお誕生日は飛ぶべきなのでぜひ飛んでください。あとは今日はネジネジネジっていう、違う、4個ネジ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 っていう新しい髪型をしました。イエイイエイイエイ、はい、ちょっと好評だったみたいなのでまたできたらいいなと思います。翔子の配信行ってきます。あそうリサ配信切ったらそう翔子もぜひお待ちしております。行きなみんな、リサの声が入るかもしれないし入らないかもしれないし、うん感じです。ありがとう今日はそう急にごめん、なんか急に本当になんかね TikTok とか始めだしてね本当になんかそのコメントでも急にみたいなコメントがめっちゃ多くって、うん、いや本当にごめんなさい、なんかタイミングがなくて誕生日もないちょっとないし確かにそうなくて突然だったんですけど、でもみんながね喜んでくださってたのが嬉しいのでちょっとモチベを上げて頑張っていきたいと思います。ということでちょっと本当に電波失礼いたしました。武蔵野はとかと思ったよね、それもね悩んでたんですよ一応、でもちょっと謎にね今日にしちゃいましたけど。とめぞうさん、あれリサのファンの方も来てくれてる、ね、あもう移動しちゃったんだよ、ね、もう移動しちゃった、二窓か、まだ喋ってんだけど二窓かもしれない。あのマフラーいただきました、ありがとうございます。ありがマフラー、ありがとうございます。今日誕生日の方が喜んでる、それは嬉しい。リサもありがとう、みんなのコメントこの後見るね、見ちゃうね、コメントもありがとうございました。ちょっと本当ごめん、なんかマジ電波悪くて失礼いたしましたっていう感じで、あリサちゃんから来ました、ありがとうございます。えここにここみんなここ歩いてる、さまだ終わってないじゃあちょっと明日は大阪のスペイブロードで来てくださる方をよろしくお願いします。私は今から1時間ほどやりますという感じで皆さんありがとうございました。コメント見に行くね、うん、ありがとう。じゃあみんな今から行きな、翔子のとこにね出ます、うんうん、またねおやすみバイバイ、おやすみなさい、バイバイちゃんとこれ時差は大丈夫かな、大丈夫かなまで入ってたらどうするえ本当にそしたら困るね大丈夫かな。リサちゃんのファンの皆様、来てくださった皆様、様子がおかしい、あ移動してきました、ありがとうございます。まあね多分喋ってくれるは、えあれ書いてるな、始まるとここ本当だ、最近のやつじゃないじゃん、エッドさん、え待ってこれ怖いかも、プシュッって言ってリサはねこぼさないから、いやこぼすよ、私の方がやばいから、たまに飲みたくなる皆さん今日はスペイビュー名古屋でした、ありがとうございました。明日は大阪です。今日の髪型は三つ編みとなんていうのあれ、ポンデリングみたいな、なんかこういうドーナツみたいな、なんかそんな感じのやつです。明日は1個は決まってるんですけど、もう1個はね決まってないので、まあ、コメント見てその時の気分で決めようと思います。大阪2日連続スペイベは、あぶね、うん、2日連続スペイベはなんか久々あんまない、うん、まあ、ないですね。ありがとうございます、黄色とオレンジ振ってくださった皆さん。連続です、お尻がコリコリ、輪っかのやつはなんてあれなんて呼ぶんだろうね、三つ編みの
ばっかりしたやつです明日はどうしようかなって思ってます。なんか髪飾りが難しいんですよね。カチューシャ、自分のだとカチューシャかリボンだから難しい。あ、サナツのストーリーまた猫に猫ミーム登場させていただきました。ありがとうございます。ひでちゃん、ありがとう。ピントともちゃん、 I love you、 ありがとうございます。もうね、これもだって2月が29日で終わるからあと4日ですよ。あと4日でこのギフトたちもなくなっちゃう。本当？本当かな、分かんないけど。あー、デコ出し人気ですね。でももう着ない？ラストノート下で。あー、明日ハピボのお豆ちゃん、ありがとう。ありが動物タワーです。あの0時になったら飛んでください絶対飛びな、絶対に飛んでください。はい、おめでとうございます。明日もう間もですね、あと50分ほどでうっちーと申しました。ありがとう、キューピッドくまちゃん、選びよ。ありがとうございます。みんな移動してるね。みんな移動してる、みんないるのみざみ可愛かったです、ありがとうございます、嬉しい。確かに小悪できるか、でも小悪の髪型なんだろうな、わかんないな。小悪できるの、小悪じゃないや、小殺、小殺、小殺だね。しょこりさで、あつ飛びな、絶対飛びな。白いマッキーさん、あったかいし、ありがとうございます。何、あったかいし、あったかいし、ああ。リサのマシュタン、みんなすごい移動してるじゃんありがキューピットくまちゃん、アイラメン、ありがとうございます。移動してしかもギフトもくださるっていう、なんて優しいファンの方、仏だね、ありがとうございます。お尻にいたんだね、みんな、みんな仏でした、みんな仏です、ありがとうございます。リサちゃんから移動してくれ、リサミン大移動声だけでも聞きたいもんね、推しの。みんな聞きたい、聞きたいって本当に。さきほさん、あったか配信、ありがとうございます。さきはなちゃんもやってたもんね、配信何時からかわかんないけど、配信するの待ってました、お待たせしました。いい位置で見れた、それはよかった、ありがとうございます。やっぱスペイでは近い、めちゃくちゃ近い、一番後ろでも近いからいいよね。ずらしの滝脇、私さちゃんとさ、あのイコラバイのさやつ全部見れてないんだけどさ、めっちゃ X がずらしの滝脇になってたずらしの滝脇でいっぱいだったあん時だろうなっていうのは想像ついてますが、あ、はなちゃんも23時までって言って延長してるのね。なるほど、面白かった、良かったです。面白いって言ってもらえると嬉しいです。やった、楽しかった。ともろさん、ありがとう、キューピッドくまちゃん、ありがとうございます。あ、さきほさん、ありが動物タワー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 、タワー、タワー、ありがとうございます。さきほさん、いつもさメモってるんだけどさ、そのメモってる携帯で今配信してるからちょっとメモれないですけど、見せてください。順位でわかるよね、これ。テレビのリモコンチャンネル変えた瞬間音鳴るとかないよね。ないと思う、いじめじゃない、超びっくりしない、あってなる、ないね、ないね、びっくりした。あ、895、ありがとうございます。あと5日間で、あと5日、ちょうどだから、ちょうどなんかない、1日、あと5日間で900日になります。ありがとうございます、ありがとうございます。え、これなんでさ、猫、私のか
してどうして君が泣くのこれさねえやめてください絶対やめてよ本当にやめてくださいやっちらってやっちゃうよ最悪いじめだよそれはそれはいじめえちょっと絶対ダメだよともたん初見こんばんはありがとうございます今日もほら可愛い私の愛しの愛しのちょっとさ、しんどくないこの硬い確かに3月1日ですよ900日になりますありがとうございますなんかギフト読めてない気がする確かに武蔵野の前日だねみんな900日がやば今んとこ今日とかできないかもしれないと思ってたからできてよかったリサのお世話してくれて嬉しいだってお世話アーモンドさんあったか配信ありがとうございますあったか配信あったか配信だよエリサは映ってないですよ今映したらいじめてることになっちゃうから大丈夫だよ今映ったねやめななんで本当にやめてね携帯落としちゃうかもしれない最悪だっておっちゃんありがとうみとこもちゃんアイラブありがとうございますあ、はなちゃんのルームからも来てくれてありがとうございます終わったのかな終わったみたいいろいろあって今終わったので来ました、うん、ありがとうございますなんかありがとうございますリサちゃんの声してびっくりだってあーいると思わない確かに今日配信ないかと思った私もできるかわかんないなって思ってたそしたらできましたできましたハピバのお豆ちゃん星虹色星ありがとうございますおめでとうございますいや本当に落とすなよって感じ本当だよいや本当にそうさっき危なかったんだからやめてねお今日スペイベありがとう初イコラブ最高だった嬉しい初イコラブがスペイベって距離近すぎるよ嬉しいね距離近いよありがとうございますだからなんかツアーとかになった時にさ遠ってなりそう確かにスペイベが最初だとうん目合った時に笑ってくれるの好きです嬉しい目合わせてくれてありがとうございますすごいリサちゃんのところから来てくれてるよ、うん、みんなみんなみんなありがとうみんなありがとういやもう一時停止して何もやる気は今ないうんしちゃおういやねリサちゃん撮ってみるうんリサちゃんもうオフオフに入りましたのでスイッチオフでまだ顔は落としてないから、ね、ヘイブンさん虹ラーラーラー虹が虹が空にかかって君の君の気分も晴れてきっと明日はいい天気きっと明日はいい天気なかなかないですよショコリさんの虹本当にそれがみくくんあったかいしありがとうございます撮れたリサちゃん知ってるのってなんか途中まで途中まで知ってるみたいですでも知らなかった今も喋るなって撮ったよおツインテールになりましたリサちゃんがネジ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 からツインテールになりましたどうですか、うん、あらタギャーホーリサちゃんのファンの皆さん待望の待望のツインテールです、うん、ネジ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 しか見てないからねえねじ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 からねメリダさん虹せーの、ま、ラーラーラー虹が虹が空にかかって君の君の気分も晴れてきっと明日はいい天気きっと明日はいい天気そうねるねるねるねみたいなもん確かにねじ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 合ってるかねじ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 ですあ白いマイキーさんにじありがとうございます庭の間違えたラララララにじがにじが空にかかってじわる君の君の気分も晴れてきっと明日はいい天気
日と明日はいい天気。あら、りさちゃんは歌ってくれました。気分屋さんなのですいません。歌ってよと怒られました。あのギフトのあの大吉みたいな感じなので、はい、りさちゃんが歌ったらラッキーと思ってください。本当におまめちゃんラーラーラーにまた来た空にかかって、ね、君の君の気分も晴れてきっとしたいい天気きっと明日いい天気。これ今日ですね、あの歌ってる間になんか違うこと話しちゃうっていうのはちょっと今日でごめんなさい。明日は多分ハッピーな日になると思います。ねじ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 。私もなんか似たような髪型だったよね。うん、三つ編みやってって感じ。ロープ編みのロープ編みだった、リサの髪型。うん、ゆうちゃんラララララ、虹が虹が空にかかって、すごい顔伸びるじゃん、何これ信じられないぐらい顔伸びた。きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。めっちゃ伸びるこれ、やばくない？伸びるんだよ、そうなの。あのこれが集合写真の原理ですね。つらい、はい、こんな伸びるなんて。結構伸びちゃいますね、残念ながら。絶対にこうやってやって。ズッキーさん、ありがとう、キッピンとかもちゃん、I love it。 ありがとうございます。これ虹って曲です。ウッチーと申します。何の歌なの？ラーラーラー、ね、虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。虹がたくさんかかってます。リサちゃん飽きちゃったみたいですね。はい、あの CC レモン飲んでます。ねえ飽きてない。映ってくる、それどっちなの？映ってくれるのか、その絶妙なラインでちゃんと映ってるから映ってもいいけど、なんか伸びすぎないよ今。うん、もうちょっとこちらに、こうなっちゃってこちらにお願いします。ね、ゆずきぬさん、ラーラーラー、虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。これ中吉ですね、乗ってくれてるんで。ねえ、いい加減にして。宮森ゆうちゃん、あったか配信ありがとうございます。あったか配信、マイキアショコ花ありがとうございます。初見ペンライト、黄色のペンライトありがとうございます。これ暗くない？確かに。でもそこさってやると消えそうだよね。消えそう、てか 電球ないもん。うん、そっか。じゃあこれが奥 のあそこだけ、あそこ奥廊下。でも絶対関与してないよね、さすがに。まあここまでは。リサちゃんおねむかも。ちょっと伸びちゃってますね。ね、伸びすぎだよマジで。こうよ、真ん中じゃないともうダメなんだねこれね。リサがなんかつぼらしい。さきほさん、ありがとう、ケビットかまちゃん、 I love you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 、 ありがとうございます。 I love you I love you。 お化け出る部屋だって、気をつけて。やだ。たっけいさん、ラーラーラー、虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、以下省略。もう歌ってくれないから、あのおみくじが省略やばい。きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。感謝いたします。配信平和ですよ、基本平和です。宮森優ちゃん、ありがとう、キピとかまちゃん、選べよ、ありがとうございます。明日は曇り時々晴れ、やった。晴れは嬉しいよね。うん、まだ傘使ってないんだけど私。でも東京雨なんじゃん明日とか。うん、やだな帰ったらね。え、いた、パチンってなりました。ほどいた、うん、触っただけ。あ、痛い。キチコって打ちたかった、普通に怯えた今。みんな慰めてあげて。
え、怖いんだけど、こっちするのも。もう引っ張ろう。いやいやいや、引っ張ったらあの、え、取っていいの？痛いから。じゃあダメだ。優しくしてもらっていい？わ、怖い、やだ。え、でもさ、それをそこ引っ張ればいいんじゃない？え、それさっきバチって言って耳に当たった。だから私が、あ、耳に当たった。じゃあ耳押さえてて。こう、こう、こう、こう。痛い、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 痛い。ちょっと無理みたい。やだ。あ、来た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 。できる、いける、いける、いける。あ、いたたたたた。あ、いける、大丈夫、いける、いける。いけました。怯えた。いけましたね。ついに。卒業証書かな。以下同文。他に童謡何か知ってるのって。童謡、童謡何でも知ってるよね、うん、カエルの歌がってね、うん、ビリビリじゃない、このね、これすごいんだよね。でもこれピッてすごいよね。え、引っ張ったらパーって取れるから。本当にすごくない？でもこれで結べてんの、うん、すごいよ。波平さん、一瞬波平、波平一瞬波平レグルした。選ぶ、ありがとうございます。ミノさん、虹、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。海平さん、確かに海平さんだ、日本だから。やばい、海平さんでした。でした。そう、ほどけたゴムが耳に当たったので大凶です。やだー。田村さん、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。もうね、もう歌わないです。もう歌わない。この子歌ってくれない。すごい、ほら、ブヨンブヨンって顔が伸びたり縮んだり、うん、サンピーさん、ありがとう、ピットクマちゃん、I love you、 ありがとうございます。歌ったの最初だけ、確かにむずいよね。なんかさ、名前分かってるとさ、なんかむずいよね、歌ったりするの、うん、そのさっきからさっきからずっとぶつけてる痛い痛い。わーちゃん、あったか配信ありがとうございますもうなんか最初始めても3回から5回ぐらいぶつけてる弱すぎいつもこんなフル尺歌わないからね、うん、虹はワンコーラス、様子がおかしい。そうだよ、様子がちょっと、様子がおかしい。でも様子がおかしいは言うよね。うん、ちょっと様子がってすぐ言う。様子がおかしいかもしれない。様子がツインしてるみたい。まだね、そう、止まってるみたい、うん、止まってる。私はもう落としちゃった。本当だ、落として一つにしてしまいました。アイメイクだけ取っといた。お肌も落とした。ドナイちゃん、ドナイちゃん。ドナイちゃんね。言いますね。何時まで？0時までやります。ね、一日でこれ飲んだらやばいよね。え、やばくないよ。全然。全然やばくないよ。飲むよ。飲む？うん。本当に？え、1日でって言ったよね。え、1日でっていうか、うん、あと30分でってこと？うん、そうそうそう。え、やばくない？やばくないんだ、うん、だって明日大丈夫そう？明日大丈夫だよね、うん、うん、大丈夫そう？飛ばないとだよ、うん、飛ぶんだよ。そうで、私が終わる瞬間に飛んでくださいねうん、ちょっと一緒に飛べないけど久々になんかしこりさ配信してる気がする。クリスマスぶり、うん、クリスマス配信してる。確かに、久しぶりやない？久しぶり、ガーッチ久しぶり。
久しぶり。ガチ久しぶりすぎ、あんね。メンバーとも最近さ、なんか一緒に写んだよね、あんまり。写んない。てかさ、言ってない。あ、言ったら。え、もう遅い？うん。全然。うん。アポ。なんて言うの？絶対に言えないじゃん今ね絶対に言えないこと聞いてくるんですけどこの人、ね、いいんですか逆に言っちゃって、こうきさん、あれケビとくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。ちょっとこうしとこうねリサちゃんもうオフだから、スイッチオフだからいいんです、これで。チョコリサ旅また見たいって、どこ行く次。次はどこがいい。なんかさ、普通に行くなら温泉とかに行きたいけど、草津。いやでもさ、そのみんなに見せるってなると YouTube とかになると絶対温泉とか無理だから。そうだね、気まずいという、まあみんなは見たいかもしれないけど、みんな見たくないよね。アンパンマンミュージアムリベンジ、いいね。あ、行きたい。いいね、ミュージアム行きたい。リサもね、だから赤ちゃんも早く、赤ちゃんマンリベンジ早く行かなきゃ。あの時間を、何時？でもいけると思う。シュラも初めて来たけどいっぱい話してるの見れて嬉しい。うちら本当にさ、うちらさ本当にさ、あのみんながいるとさ話し出せないからさ、意外と喋るんです。はい、すいません、意外と喋ります。そう言われる、めっちゃね。あ、いいね、四国行きたい。うん、四国めっちゃ行きたい。箱根は、ね、行ったんですよ、この前。この前っていうかね、一緒にプライベートで前々日とかに決めたよね、箱根。返事もしてくれなくなりました何？大大橋です。何？うん、うん、香川優しい。カメラ外でこうやってやってくれてます。ちなみにキモいなんか声、ね、やばいこれ。え、草津ってさ温泉以外に何があるの？え、温泉しかもわからんくない、うん、群馬何があるの。あ、神戸ナンパマンミュージアムね。いろんなとこ行ってみたいよね、うん、なんか違うのかな。しましょうさん、ラーラーラーにじらにじら、限定のものが違いそう。あ、パンのさっきなんかね、福岡もそうだったよね、うん、空にかかって君の君の気分が晴れてきっと明日はいい天気。怖い、お化け出そう。いい天気、あの乗ってくれてます。なんか体が勝手にあのクラップしちゃったみたいね、してない今日は踊ったから。そうだね、マッサージ。えらいよ。しな、する、しめす。しょうこの足はさ、うん、本当に今日話してたよね、うん、その話。本当にさ、うん、なんていうの、培った足って感じ、わかる筋肉、わかる、みんなわかるよ、健康的って言われる。イコラ前のさ、うん、横一列の、ね、公式 X のやつで、うん、横一列のさあったんですよ、昨日のね。それで私の隣にしょうこがいたの、うん、で結構ミニ短いじゃん、マスカート、うんうん、でみんなの足の形を見てたんだけどやめてほしいよねマジでなんかしょうこは培った足すぎて、なんか運動部ですって足だね、うん、あとあんのも意外とそういう感じだった。なんか培った感じ、いおりも多分培ってるんだけど、
あんま分かりにくかったかも。うん、サリアさん、っていうラララにじゃにじゃ空にかかって君の気分も晴れてきっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、イエイイエイ、いいですね、拍手。そう、培った足、筋肉もりもりの足ってことです。だってずっとさ、うん、テニス部中学3年間さやってて、すごい、小学校もサッカーとサッカーやってた の、 クラブで、うん、朝練みたいな感じで、うん、朝練だけサッカーっつって、うん、中学がそんな真面目な感じじゃないよ、うん、ま、真面目にはやってたけど、ガチなやつじゃないけど、中学3年間すごいもんテニス部で、高校に入ってからはイコラブだから、うん、マラソンやったりもするけど、うん、ま、ダンスとかでもなるし、ワオって感じだよね。ふくらはぎすごい、ふくらはぎすごいし、すごい、もうでもすごいと思ったのはここだよね、ここの太もも、膝上、うん、すごかった、筋肉培って、もうね減らないよね、もう、まあ、多分もうくっついてる、減らないのやっぱ、もう多分もうくっついてる骨に、ええー、多分それはないけど、えでもさ、走ちょっと走らなくなったらさ、うん、ちょっと緩むとかないのかな。あでもあった、あもっとすごかった、うーん、もっとすごかったね、マジか、いや、もうりゆちゃん、ラーラーラーにじがにじが空にかかって君の気分も晴れてきっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気茶道部で足を培わなかったのって。茶道部はね、うん、逆にな、正座、うん、で、その正座ってふくらはぎが、うん、なんかわかる、あの変になっちゃう、あの潰れるってこと、うん、なんかこうなる、あそれが嫌。でもなってないよね。えだから私はやめたんだっけ、いや勝手に消えたし、言われるようになったし、マジでその時から、うん、終わった後絶対こう、もう足を直して、絶対直すね。でもさ、その時からさ、そうやってやってんの偉いね。ちゃんと、もう嫌じゃん、そう、まあね、でもそんな気にしてなかったそんなの、なんかだってもうテニス部だったけど、うん、全然日焼けもしてたよ。あ気に、もう気にするどころじゃない、もう、もうしょうがない、塗ってないの、じゃあ、うん、最初ちょっと塗ってたけど、だから後輩ちゃんで、うん、ずっと塗ってる子がいて、気にしてたの、すげーってなった、なんか今までにいなかったわと思って、そう、ゆうやさんじゃん、ゆうやさん、ラララにじがにじが空にかかって君の気分も晴れてきっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気間違えた、その子は肌白かったです、白かった、すごい、テニス部で日焼け止め塗る人いるんだって思ったすごいもうみんな諦めてたからね。サビアンさん、ありがとう、キビとかまいちゃん、 I love you、 ありがとうございます。テニス部みんな真っ黒だよね、本当にそうなの、本当にそうなんです。でも仕方ないよね。そう、別に気にしてなかった、だって運動だもん。でもその中3でテニス引退して、うん、高1でイコラブ入ったから、もう入った当初はもう黒い、うーん、黒真っ黒焦げです。私もうちょっと白くなれんじゃないかなって思ってるもん、今の肌。なれそうもうちょっと年々、そう、汗で取れる、そうなんです。ヘイブンさん、ありがとう、クマちゃん、クマママママ、ありがとう、クマちゃん、ありがとうございます、ヘイブンさんあ、ドラマの演出だとテニス部日焼け止め塗ってるイメージ、あ、そんな人もいますそんな人もいます。あ、靴下焼きもありましたね。サビアンさん、あったか配信ありがとうございます。本当に喉の調子は良いですよ。シンバさん、あったか配信ありがとうございます。みんなゲストありがとうございます。日焼け止めはでももう最近、ここ1年は
真っ黒になってない気がする。やっぱね、運動するとね汗で落ちちゃうしね、真っ黒黒になっちゃうよね。イコラブにいる時もマラソンで真っ黒黒になってたもん。真っ黒黒黒うる黒の助黒の助になってたから本当にねやってしまったと思ったよね。でも日焼けは絶対将来のためにねしない方がいいよね本当に。そうシトロンキやばい、小麦肌。なんか日焼け止め塗って1時間走ったら汗で落ちてもう日焼け止めじゃなくなってた。だからねダメ。ともちぃさん、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。あー赤岳は、赤岳じゃなくて私富士山登りたい、ずっと言ってるよね、富士山登りたい。だって人生で一回は経験してみたくない？富士山ちょっときついかも。富士山の方が絶対にあの赤岳よりきつくない？あのね整備されてる道が。まあそもそもだもんね。季節は、季節はまあいつ寒くなる前ぐらいがいいよね。夏がいいかな、上の方寒いもんね。うん、新馬くん、アリオキペとクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。うん、仮面乗り気、乗り気じゃないです。だから乗り気の人だけ、人生で一回は経験してみたいなっていう人だけ登りたいよね。ね、マイカとかあと人目も登りたいって言ってた気がする。うん、5合目まで車でいい、本当にあのそれでいいです。え、行けんの？そう、5合目まで車で行ける。え、それでいいので、あの登ってみたい、人生で一回は。でもなんかそのプライベートで山登りってちょっと分かんない、その、うん、全然詳しくないから、分かんないから、ちゃんと知ってる人と登りたいよね。うん、頂上まで車行きたいわ。それはもう登山ではない確かに YouTube、 確かに YouTube、 YouTube でやりたいけど、なんかいやそこまでやるかな、なんかもうでもね特定映像とかだとみんなやんなきゃいけなくなっちゃうからね。やだ、うん、こういう人もいるので。でもなんかYouTube でさ、うん、富士山ってだいぶじゃない？ YouTube で富士山はなんか確かにあまりなさそう。わかんない、わかんないけど、ね、なんかね YouTube で富士山はないかも、うん、そう、嫌な人、嫌な人にささせたくない優しいね。いやそうでしょ、そりゃそうだよ、わかんないじゃん、やらせるかもよ。いやって、ね、嫌な人にももうそれは同じ、なんていうんだ、もう道として、うん、企画だったらね。だって特典映像だったらもうみんなだもんね、うん、でもう嫌って分かってる人が登るのを見てどう思います確かにちょっとねあれだよね、意外となんか意外と行けたとか、うん、でも多分そうだと思うけどね、あったかい格好していけば。下山も見たい、下山はひどかったよね、やばい、だって死にそうだったよ、みんなやばかったよ。本当に下山生死さまよった。あんちゃん、あんちゃんがこんなになんかなんていうの、なんて言うんだろう、潰れてるじゃないけどなんかの初めて見たってぐらいヘロヘロになってたの。あんちゃんがこんなへばってるとこあんまり見たことなかったの、うん、そのセカンドだったもんね、あそこね、あの時ね。だからあんちゃんみたいな、だから大変、そんな映せない、もうカメラマンの人も大変だよね。大変よ、
コアさん、ラーラーラー虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れてきっと明日はいい天気きっと明日はいい天気。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。機材は絶対に重い、絶対に重い。どこ機材機材あのカメラとかね。あ、びっくりした。機材って山があるかねえ、やめて。キムチンさん、あ、怖い怖い、あーってなってよーってなって死ぬ。待って、いい感じして、本当にいい感じして。キムチンさん、ラーラーラーレス歌うんかい。空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、君の明日はいい天気。そう、引きつけられました、リサがこっちに。まるで誰かが押したかのように、なんかその辺ん、虹好きだねって本当だよ。ギフトが来るからね。いつも歌ってるんですよ、こんなフルじゃないけど。あ、もうリサちゃん歌詞覚えたんとちゃう。じゃあ次もし来たら、わかった、やってみてくださいね。お化けじゃない、バケオ。バケオも言うよね、リサよくね言う。バケオ、バケオって何回も言ったらお化けになるよ。トッシンさん、トッシンさん、ラーラーラー虹が虹が空にかかって、君も君の気分も気分気分気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。イエーイ。え、つさ、あそこむずいわ。君の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 か、キリモみたいな。気分も晴れて、君の気分も晴れて、そうそうそう、むずいかも。ちょっと様子がおかし い。なんか絶対ぶつけるんだよと思って、ぶつけないの。さっきから、うん、すごい、なんかこうしてはこう。サビアンさん、ラーラーラー虹が虹が空にかかって、君の君の気運も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。お芋さん、ラー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 虹が虹が空にかかって、君の君の気運も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。やめた。トシさん、ラーラーラー虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。白いマッキーさん、ラーラー虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。もう笑顔が消えてるよ。笑顔消えたんだけど。そう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 、リサちゃんはさっき1時間配信したので、そうなの、今はなんかまあスケット、あのスケットマンですね。リサちゃんのファンの方がこのルームに来てくれたから、ちょっと顔出してくれてるよって感じですね。そういう感じ。ありがとうございます。この曲、でもこの曲って結構有名ですよね。なんか CM になってたよね。うんうんうん、なんかこれだよ、なんだっけ、なんか言ってたことあるよね、これだよって。なんかさ、グリーンだからみたいな、なんか、あー、そういう、確かに、そう、うん、で今なんかいただいて、あ、リサちゃん TikTok フォローしてきた、ね、ありがとう。みんなリサちゃんが TikTok を始めましたよ。そうだよ、ショコラに、ショコラってファンの方。そうだよ、ショコに選んでもらわないと、ね、選んだよ全部、結構選んだ。でもあのさ、結構さ、あのはずいよね、
あれ見せるのね。恥ずくないよ。いっぱい撮ってたよ。冷静に考えると恥ずくない。みんな楽しみにしてようね。私も知ってる。恥ずい。コッシーさん。ラーラーラー。また歌ってる。空にかかって君の君の気分も晴れてきっと明日はいい天気きっと明日はいい天気。もう少しで1万人食って。全然すごいイントネーションです。もうすごいじゃん。すごい。みんなフォローしたフォローしたって言ったんじゃねえもん。何が TikTok。 TikTok の話。もう少しで1万って言ってるよ。え、これじゃないの、この配信じゃないの。あ、ここの話、うん、これはでも人数じゃないよ。でも多分ね、人数って思ってる、ずっと。これ人数じゃないですよ、盛り上がり度です。すごいですね、TikTok 撮ってないね、最近。でも最近撮ったよ。あれは最近だよ。いや、そうなんよ。そうなの。最近登場してなくない、翔子っていうか。何が登場してるよ。してる。ハッピーハッピーハッピー。あ、そうか、したか。したよ。結構登場してるよ。リサがなんか撮りなって言ってくれて。そうだよ。リサがカメラマンやってくれてる。で、翔子に撮ってほしい音源ある、みんなここで言って。じゃあ撮ろう、ここで絶対に撮ろう。そう、でもね、今度は私がいっぱいになっちゃうからね、うん、いいよ。そういっぱいでいいじゃんね。みんな喜んでるよ。でもね、あれだよ、もうリサがやったやつは大体覚えてきてる。そうだよ、みんな意外と覚えてるよ。ボンキチさん、ありがけぴとくまちゃん、アイラブ、ありがとうございます。やんな。そう、花ちゃんと私のショコミーム、花ショコミームも、うん、リサが撮ってくれて、リサがあのパジャマもったいないって。そうだよ、撮らないともったいないって言われて、一人はって言って花ちゃん呼んだね。そう言ってた。そう、ヤギのやつって何？デデデン。ヤギミームってさ、何か分かんないんだよね。猫ミームと同じじゃない？そうなの？結局だって分かんない。違うのかな。リサちゃんが分かんなかったら分かんないです。チュルルンはまあとってもいいんじゃない。チュルルンも、うん、誰かなんかさ、そうグループだからさ、誰かがさやってるとさ、かぶったーってなるよね。確かに。だからもう誰かが例えば下書きとかに入れてても共有されないじゃん。確かにそうだね。そう、リサの携帯撮ったやつは、え、確かにリサの携帯でしか見れないんだよ。そう、確かにログインしても見れないよね。そう、ログインしても下書きは確かに見れないから誰が撮ってるとか分かんないんだよね。でもさ、かぶってもの捨てはのシナモンの、まあね、確かにかぶった上で撮ってたもんね。かぶってもいいっていう上で、うん、だからいいんじゃない。宮森ゆうちゃん、ありがきびとくまちゃん、かぶってもありがとうございます。オムライス翔太さん、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。ありがとうございます。ヤギはレロレロ言ってるやつだって。それやってほしいの私に。レロ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 って。本当に待って、死ぬ。僕はシナモンウサギじゃないもん。やってる人いるのっていうか、レロ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 、早口でレロレロって言ってんだって。ヤギミーム13。ラララ虹が虹が空にかかって、これでしょ、君の君の気分も晴れて、これじゃない、人はやってないよ。きっと明日はいい天気、君と明日はやばいよ天気。早口でレロレロ言って猫がはーっていうやつだって。でもさ、猫ミームもさ、猫ミームばっかり出てきたけど、この出てきたけど、なんかハッシュタグにしたらめっちゃ、あ、これ、え、それさ、これやってほしいの。ヤギミームをさ、これをさ、え、私のさ、この姿を見たいってこと。ええ一体おかしい考えた。しかも一人200やった方がいいんじゃない。えルルルルルルルってずっと言ってる。これやばい。ルルルルルル
それよくそんな言えるね。これやばい。うん。ねえ。すごい笑ってる。これやばい。やばい、もう54分だ。これ最後やばい。それがノーマルなんじゃん。それがノーマル。なんでさ、これ流行ったんだろうね。すごいね。うん。あの、あれしょ、ネコミーマンのハッピーハッピーハッピーと、うん、とチャンチャララーンみたいなやつと、あーみたいなやつ、頭抱えるやつ。なんかさ、最初違ったよね。ネコミーマンってさ、なんか人がやるやつじゃなかったよね、うん、違った。なんか朝起きたみたいな、朝起きた猫みたいな、そうそうそう、おはようみたいなやつだったよね。それこれなんかあ、そう、こういうこういうやつ、うん、これでコラボバージョン作られてたよね。見たよ、すごかった。私ずっと走ってた。猫ミーム、どっからさ撮ってくるんだろうね。ね、話し会の一日、あ、見たかも。なんか結構イコラブ流れてきますよ、TikTok。あ、チピチピチャパチャパ、あ、それもある。ドゥン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 、ファイトンファイトン、ね、これやばい。やめてよ。大丈夫そう、これ。なんでも、なんでも、あ、ほらほら、これこれ。このさ、やついっちゃん可愛くない？ここ、あーのやつがいっちゃん可愛い。あの、マジ可愛い。あの、ハッピーハッピーも面白いけど。面白いか。ハッピーハッピーって。あ、これこれこれ。チュルルン。チュルルン。可愛い。これさ、これが人間やんのしんどくない？でもやってるよね、結構。これはやってるのか、結構。さっきのヤギミーム誰もいなくない？ちょっと、教えてください。やってるよ、知らない。やっぱこういうのがあるんだね。どない？いいよ。やばい、56分だ。58になったらランキング見ますね。今日は、チョコリサのレア配信でした。イエイ。明日は大阪です、よろしくお願いします。うん、今日素敵な誕生日になったよ、ありがとうね。少し早いけど、おやすみなさい。おやすみ、みさみささん、あうわうわ、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年いっぱい、私に会いに来る一年にしてくださいね。ありがとうございます、おやすみなさい。ありがとうございました。そのチョコリサが見れてとっても嬉しいです。こんなんだよ、ずっとこんなだし、なんかこれよりうるさいかも。うるさいかも。リサ、お、飛ぶ準備はできました。せーのが3、はい、飛ぶんだよ絶対にね。明日は大阪です。大阪では551とかバナカの塩が食べれたら嬉しいなと思っております。うん、ちなみに名古屋では名古屋っぽいもの食べておりません。スガキ屋のカップ麺をカバンに入れました。以上です。確かに名古屋手羽先とかね、食べてないよね。うん、ランキング読みます。ランキングタイム。13位、しましょうさん。12位、ともろさん。11位、うっちーと申します。10位、かいとさん。9位、しんばさん。8位、へいぶんさん。7位、とっしんさん。6位、とめぞうさん。5位、白いマッキーさん。4位、宮森ゆうちゃん。3位、サビアンさん。2位、明日ハピボのおまめちゃん。1位、さきほさんです。ありがとうございます。ありが動物タワー、ありがとうございます。2列目、ひでちゃん。リサのリサのマシュタン、メリダさん、ボン吉さん、オムライス翔太さん、タカヒロンリーさん、サンピンさん、コアさん、コウキさん、タッケーさん、イズキヌさん、おっちゃん、おいもさん、わーちゃん、ゆうちゃん、
キムチンさん、ともちーさん、アーモンドさん、ズッキーさん、ジュウさん、ミクくん、コッシーさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフト、コメントありがとうございます。いっぱいなんか虹とかもありがとうございます。いつもはあんな長く歌わないんですけど、今日はリサと言うということで、たくさんお送りさせていただきました。面白かった。ということで、よいしょ、リサちゃん、今はあと2、今27秒、 あと30秒で、あ、合ってるわ、あれ、あ、ちゃんと合ってる。あと30秒、あ、飛びなね、ちゃん飛ぶんだよ。では終わりたいと思います。リサのルームから来てくれた皆さんもありがとうございました。明日大阪よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと10秒ぐらい。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、ま、おやすみなさい。またしょこりさでいつかやります。うん、バイバイ、ありがとうございました。